思い出のガンプラキットレビュー集。装甲機兵ボトムズ。24分の1スケール。スコープドッグ。だから、24分の1スケールスコープドッグとは、アニメ本放送時に発売されるやいなや、傑作キットとしてその名を轟かせたプラモデルである。その後もボトムズファンに愛され続けて30年。このキットを作らずしてボトムズファンを語るんじゃねえ。とまで言われた伝説のキットなのだー。なんて言うと、若い衆なんかは。ネタだろ?なんて言いそうなんだけど、実際そうだったんだから仕方がないじゃんねえ。特にガンプラブーム世代のモデラーには絶対的な認知度を誇り、当時の傑作キットとしては、バンダイさんの100分の1スケールバイファムと並んで2大傑作キットと言われていたのですよ。パナイネー。おかげでこのキットに関しては、語り尽くされた感が半端なく、モデラーなら当然一般常識として知っているのが基本だったもんで、仲間内での新しい話のネタを作るために、他のモデラーがやっていない部位の改造をしまくり。手を入れていない部位なんてどこにもねえ。ってほど、ほとんど病気のモデラーもいたほどなのでありんす。こんな連中がガレージキットの世界にはまるのは当然の成り行きだったわけで、現在でもその流れは脈々と受け継がれているのですよ。多分。この連中ときたら、難しいキットや改造にこそ燃える職人かたぎかき違いかって連中なんで、最近のガンプラモデラーみたいに、よかにお手軽に作っちゃおう。なんてゆるいモデラーではなく、キットを制作するためなら、仕事を休んでも作る。なんて家族がなくレベルの存在なんで、もはやスケールモデルのモデラーに近い存在なのだー。なんて言うと、スケールモデルのモデラーに怒られそうなんだけど、スケールモデルの場合は、ジオラマとか完成品の占有面積が半端なく、作るたびに自宅の居住空間が狭くなっていくんで、家族の理解を得られてる人なんて100人に1人いればいいんじゃないの?最近は、完成品を置いてくれるも経験も少なくなったからね。残念ながら、その頃は、良くも悪くも平均的に良作だったガンプラには、思い出補正を抜きにしても、突出した傑作キットは出なかったんだよね。てか、そこまで線でも十分に売れてたからね。キットの値段は2000円。当然再販版ですぜ。1983年に発売されたキットが1000円ぽっきりだったから、倍の値段になっちゃったわけなんだ。しかーし、当時モンのキットがプレミア化して入手困難になる中、2000円という値段は、おっさんモデラーには実にリーズナブルな値段設定だったのですよ。ほんとだよ。最近はバンダイさんの20分の1ボトムズシリーズが出たもんで、市場の宝製キットも若干お安くなってまいりました。当然ボトムズファンならバンダイ製キットも買ったけど、やっぱり日より上がって今風のスマートなプロポーションに仕上がったんで、潰れた宝製キットになれた、古参のモデラーには違和感があったものですぜ。CG アニメに違和感がある、セルダ世代特有のアレルギー反応みたいなもんだよね。おすすめの回収点は何にもねえ。本当に本当に本当に何にもねえ。もしくは、キット全体が回収点だよ。間違いねえ。今みたいに CG じゃなくてセルガアニメだった頃は、シーンごとに変えた人の癖が残っている場合が多く、そのシーンごとに、キットのバランスを変更するのは日常茶飯事なのですよ。ボトムズの場合は、アニメ R が作画をやった時は、AT のみならずキリコの顔も違ったりしたものですよ。賛否両論あったけどね。当時は、アニメの各話に作画監督の個性が出るのは当然のことだったんで、昔風に作りたいってんなら、とりあえずアニメ本編を見てちょうだいよ。あえて改造ポイントを知りたいってやつは、他の人が作った真面目な動画を見てもらえばいいとして。俺的には、股関節が弱っちいんで、プラモやトイの関節から流用したりしてたよね。1998年にウェーブさんから発売された、スコープドッグ用アップデートセットにも股関節が入っていたし、回収パーツも高評価だったんで、スコープドッグを買い直すモデラーが多数発生した問題。基本的な部分としては、AT はリベットがついてるロボットなんで、市販やお手製のリベットで打ち直すのは、基本中の基本でござりまする。昔のプロモデラーさんは言ってましたよ。ボトムズはリベットとの戦いだー。来週も、キリコと地獄に付き合ってもらおう。